はい、皆さんこんにちは。吉田優里です。今日はですね、女子の全仏オープンジュニア、ローランド・ギャロスの、ジュニア部門に出ている選手と練習してもらった動画になります。今日は練習動画だけになるので、ちょっと練習動画だけだとちょっと面白くないかもしれないんで、ちょっと、解説っていうか、お話ししながらちょっと話していけたらいいなっていうふうに思っています。すいません、どうもありました。彼女はですね、今20歳ぐらいで、もうジュニアは卒業して、今はプロとして活動している、インドの選手の方です。大体こういうフューチャーズの試合来た時って、大体コートの面数が少ないところがやっぱ多いんで、大体半面で練習することが多いんですよね。なんでやっぱその半面で練習してる時に、一緒にお話したりとかして、仲良くなって、その選手を練習に誘うみたいな、それが僕のスタイルなんで、そういう感じで、このインド人の方と仲良くなって、練習してもらうことになりました。その彼女の特徴としては、やっぱ手足が長くて、すごいボールをきれいにこうクリーンにフラット系で打つんですよね。なんでやっぱすごいこう体やっぱ全体を使って打ってるんで、かなり差し込まれるんですよね。やっぱこう動画で見るのと、やっぱ自分がこう打ってるのってやっぱ全然違うなって思いますね。やっぱこうやって今自分でこう動画見てて、やっぱ動画で見てるとあんまやっぱ伸びとかわかんないじゃないですか。ただやっぱ自分がこうやってる側としてはかなりこうボールが伸びてきてたんで、って感じです。今、テイクバックとか、フットワークとかの結構、指摘を、コメント欄だけじゃなくて、やっぱそのプロの選手とか、自分の今後教えてもらうコーチとかに、いろいろ言われていて、やっぱこう、自分で見ても確かに改良しないといけないなっていうふうに思います。やっぱこう、今みたいにこう、溜めて打つボールはすごい上手なんですけど、差し込まれた時にやっぱこういう感じで振り遅れてるんですよね。こう今のもこうバックハンドも溜めた時はすごいいいんですけど、溜めなかった時のショットがやっぱ下手っぴなんで、そこはやっぱ改良していかないといけないっていう。今これちなみにポイントです。ポイントを下からやって言いますね。彼女、試合があったんで、彼女のリクエストに応えて、ポイントがしたかったっていうことなんで、ポイントをやりました。今、やっぱ試合とかに来ていて、テイクバック直そうと思ったんですけど、やっぱ直したら時間かかるんで、やっぱりこれも癖ついちゃってるんで、試合でやっぱバグっちゃうんですよね。だからここに来てるときはあんまそういうこと考えずに、どうやったら勝てるかみたいなところを意識しろっていうふうに、やっぱプロの方とかに結構言われたんで、日本に帰ったらテイクバックとかそういう基礎的なところを直していきたいなっていうふうに思っています。すごいボールが差し込まれるんで、あんま自分から攻撃できないなっていうふうに思ってたんで、今のとかも食べたらかなりいいボール打ってますね。ほら、こういうの差し込まれてます。差し込まれたらやっぱこう、ボールをただ上に上げるだけになっちゃうんですよ。そこっすよね、マジで俺のダメなところは。こうやってやっぱ YouTube とかに出すと、自分のやっぱこうやって弱点とかバレるわけじゃないですか。しかも俺今こうやって言っちゃってるし。ただ、逆にこうやって弱点バラすことで、自分にプレッシャーかけてるんですよね。直さないと次の試合で疲れるじゃないですか、その弱いところ。だから直さないといけないって、もうなんていうの、覚悟が決まるっていうか、なんで弱点公開するのも悪くないかなっていう、そうポジティブに捉えてます。ポジティブに捉えてるっていうか、結構マジでそう思ってるんですけどね。今のもいいですね、バックハンド。あとやっぱこうリズムがないな、俺のやっぱフットワークに。これとかいいですね、このフットワーク。今のよかった。やっぱタイミングこう合ってるときは、今の入ってました。ナイスショットです。これとかリズムないです。これ違いますね。これいいぞ、これいいぞ、これくるぞ。
まあ、今のミスとかはあんまり正直気にしてないんですよね。なんか感覚はあるんで、ちゃんと足調整すれば入るかなみたいな。ただ問題は、あ、これナイスショットですね。めっちゃこれエグかったです。だこれ球の上でエグいですよ、ね。これですこれです。このほらボール差し込まれた時にただ返すだけになっちゃってるじゃないですか。これっすよね。まあ、今の相手見せてくれたからラッキーでしたけど。まあ、これは相手ナイスショットでした。チャンネル登録よろしく。やっぱえぐいな相手。これも差し込まれちゃってる。だからやっぱこうやってアグレッシブにさせられるんで、ここなんだよ。これこう溜めて打つときはいいじゃないですか、マジで。もうこれもちょっとアウトしちゃいましたけど、もう選択としては悪くなかったです。ネットの高いところ通して。あ、これリターンいいですね。ここなんで俺スライス打ったのかよくわかんないです。これはマジで完全に選択ミスですね、今の。これ今のもうちょっと下がりたかったんですけど、カメラに当たるかなと思ってちょっと下がらなかったです。これいいっすね。やっぱ溜めて打つときはもうナイスショットっす。これいいっすね。これリターンから後ろ体重になっちゃった。これリターンで後ろ体重になるのはマジありえないです。よくないです。これいいぞ。やっぱ自分で溜めて打つとやっぱ威力あるんで、ネットの高いところ通して相手の高い打点で打たせることなんで。あ、これほら振り遅れた。まあけど今の結構相手リターン良かったんですよね、スライスで。でこのコート結構スライスが伸びるコートなんで、結構スライス打たれると食い込まれるんですよ。ナイスポイント。今のバックも良かったです。今のとかこう繋げる球もうちょっとネットの高いところ通した方がいいですね。ネット低いところ通した方がいいです。あ、これとかいいですね。ネットの高いところ。なんでこう時間作れるんで。これいいですね。このスライス浅いところ帯寄せてちょっと深いところ打ってみたいな。まあ、やっぱ女子の選手とはまあ試合でやることはないんですけど、まあ、ドロップショットとかやっぱ有効ですよね。あ、今の食い込まれましたね。めっちゃ相手ナイスショットでした。これはえぐい。これはやばかったっす、マジで。いいっすね。このリターンも後ろ体重になっちゃってる。ほら、だからもう打ち込まれて、今の俺また振り遅れてポイント取られたじゃないですか。このボールマジで伸びてきましたね。ほら後ろ体重になってる。これ意味わかんない、マジ。このリターン何やってんだこれ。うまい、相手うまい。惜しい。相手、これは完全に相手のポイントでしたね。すごい手足が長くて、それをうまく全部利用してるんですよね。体全部全体使ってやっぱ打ってるんで、ほらこれとかもすごい、やっぱ体全体使って打ってますね。これいいっすね。やっぱネットの高いとこ通してるんで、僕が相手の高いとこで打たして左右に振っていくっていう、こういうポイントパターンが増やせればいいっすね。あ、これはナイスショットっすね。でこういう、
前に思いっきり走る走力的なところは結構自信あって、足の速さみたいなの。あとリズムがないんですよね俺って。今のリターンはマジでフォアハンドル回り込んで打とうかなと思ったら逆疲れちゃいました。最後はまあラリーして終わったっていう感じですね。まあ、やっぱこういう女子の選手とかとも練習してもらうことでやっぱいい経験になるのですごい楽しかったです。また動画出していくので皆さんこれからも応援お願いします。